坂道グループは秀才の集まりだからみんな勉強できて当然じゃないのという考えの人は多いかもしれません。確かに坂道グループはエリートな彼女たちが集まりますから、そう思うのも決して不自然ではありません。しかし坂道グループの中には勉強面において苦手という方も少なくはありません。アイドル以外を捨てた結果勉強面ではついていけず、その覚悟で坂道グループに入ったという人も多いので、今回はそうしたメンバーを中心に取り上げていこうと思います。そんなわけで今回は賢そうに見えて実は勉強ができなかった坂道メンバーを4人ほど紹介していきます。皆さんは誰が今回の動画で取り上がるか、ぜひ予想してみてください。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。弓機能。まず最初に紹介するメンバーは乃木坂46の4期生として活躍する弓木奈緒さんです。様々な番組などで活躍する弓木さんですが、実は勉強が苦手なメンバーの一人です。弓木さんは2021年に放送された乃木坂工事中の第3回頭脳王決定戦でペーパーテストランキング最下位となり、3代目の頭脳王になってしまいました。学校でよくあったようなペーパーテストでは数学、英語、国語、理科、社会の5教科で、問題の内容は中学3年生レベルでしたが、弓木さんは5教科満点中12点という結果に終わってしまいました。しかしワースト5位だった和田さんの点数が16点で、その後に続く4期生の神奈川さやさん、3期生の中村さんと大園さんはそれぞれ1点差しかなかったため、弓木さんを含めた点数の低かった5人は誰が3代目の頭脳王になってもおかしくない状況でした。そうして3代目頭脳王になってしまった弓木さんですが、高校編入時の成績はすごく良かったようです。2期生で今年卒業した新内さんがパーソナリティを務めていた乃木坂46のオールナイトニッポンに和田さんとゲスト出演をした際、和田さんは弓木さんが私の高校に編入してきた時は一番勉強ができるクラスにいたけど、気づいたら同じクラスに弓木さんがいたと語っていました。高校編入時はすごく成績が良かったと聞く弓木さんですが、当時から現在に至るまで一体何があったのでしょうか。また弓木さんは東京パソコンクラブというプログラミング番組に出演しており、プログラミングに苦戦するかと思いきや意外とこなしているのを見ると、ポイントさえ抑えられれば苦手な勉強でも力を発揮できるのではと考えられます。そんな弓木さんですが、バラエティ番組の活躍だけではなく2年連続で光テレビのドラマに出演し、演技でも活躍を見せています。今後もバラエティや演技など幅広い分野での活躍に期待したいですね。また勉強面でも今後勉強系の企画番組などがあれば、弓木さんにはぜひ出演し、前以上に勉強ができる姿を私たちに見せてほしいですね。いずれにせよ今後の弓木さんの個性を生かした坂道グループでの活躍は見ものですね。斉藤京子。続いて紹介するのは日向坂46の1期生である斉藤京子さんです。斉藤さんも勉強が苦手なメンバーの一人です。意外に思われた方も多いかもしれませんね。実は日向坂46ではひらがな欅時代含めて2回ほど学力テスト企画を冠番組で言っていますが、斉藤さんはひらがな時代の学力テストでは最下位という結果に、日向坂時代の学力テストでも最下位成績でした。そんな斉藤さんですが、一番勉強ができないメンバーを決める勝ち抜け方式の早押しクイズでは2回とも勝ち抜けたため、おバカクイーンという称号を獲得してしまうことは一度もありませんでした。しかしたくさんの珍回答をして MC を務めるオードリーの2人や他のメンバーたちを大きくざわつかせています。まず数学では円柱の展開図を書くという問題の回答が紹介されましたが、斉藤さん以外のメンバーは全員正解している中、斉藤さんは枕みたいな絵を描いていました。斉藤さんの珍回答の極めつけは理科のオタマジャクシが成長したらどうなるか絵で答える問題で、カエルではなくオタマジャクシが左右対称にくっついたまるでキメラのような生物の絵を生み出していたのです。それぞれの教科の回答をチェックする前に若林さんがメンバーに対して自信はあるかどうか確認していましたが、謎の自信を毎回斉藤さんが見せていたため、途中から斉藤さんが自信があると手を挙げるたびにツッコミを入れていました。斉藤さんはテレビ朝日でレギュラー番組に出演していますが、聞き間違いや言い間違いなどが多く、毎回一緒に番組をやっている芸人さんに大丈夫と突っ込まれることが多いです。勉強が苦手で言い間違いなども多い斉藤さんですが、そうした個性がレギュラー番組でも大きな好評につながり、今後も斉藤さんらしさ全開で
バラエティで暴れまくる姿に期待したいですね。また斉藤さんの良さやどれだけ活躍してきたかについては私たちファンはよく知っています。勉強が全てではないので、これからも斉藤さんが皆さんから愛されるところを見守っていきたいですね。浜岸日和。続いて紹介するメンバーは1期生の斉藤さんと同じく日向坂2期生の浜岸日和さんです。浜岸さんも勉強が苦手なメンバーの一人です。浜岸さんは過去に2回学力テスト企画を受けていますが、2回とも日向坂46で一番勉強ができないおバカクイーンという称号を獲得してしまいました。またひらがな時代に受けたペーパーテストでは100点満点中11点と非常に低い点数を取ってしまい、ダントツで最下位でした。国語、社会、英語に関しては1問も正解しておらず0点でした。数学と理科のたった2教科で11点稼いだという結果に終わりました。その後に行われた早押しクイズでのおバカセンター決定戦でも一番点数が低く初代おバカセンターになってしまったのですが、ペーパーテストの点数を見るとなんとなく予想はつきますね。そんな浜岸さんですが、第2回学力テスト企画のペーパーテストでは43点も取っており、全体の13位でした。しかしその後6人が参加した勝ち抜けの早押しクイズで最後まで残ってしまい、最後の問題も正解できず2連覇してしまいました。そんな勉強が苦手な浜岸さんですが、最近はモデルとして勉強面とは反対に大活躍しています。他にも演技の仕事もしており、博多面での活躍が期待されています。今後もし日向坂で3回目の学力テスト企画が行われる場合には3連覇を回避して名誉挽回する姿を見たいですね。でも勉強ができないからといっても浜岸さんは浜岸さんです。むしろ坂道グループでは勉強よりもスタイルや演技の方が見られます。そういう意味では浜岸さんはすごく貴重な存在であり、これからもそういった面では勉強面以上に大きな活躍を見せてほしいですね。山崎天。最後に紹介するのは桜坂46の最年少2期生である山崎天さんです。山崎さんも勉強が得意な方ではない一人です。グループ最年少の山崎さんに合わせたとある番組で行われたペーパーテストの問題が出された時は中学生が習う内容で言っていますが、欅坂時代に行われた第2回学力テストのペーパーテストではワースト3位、桜坂になってから行われた第3回学力テスト企画のペーパーテストではワースト2位でした。回が重なることに低くなっていますね。また最年少である山崎さんに合わせて中学生で習う内容で作られているテストでこの成績ということは、山崎さんは相当勉強が苦手だということが分かりますね。ちなみに第2回ペーパーテストの数学でサービス問題として掛け算の7の段を全て書き出す問題が出題されましたが、山崎さんは 7×8 を52と回答し、まさかの不正解でした。また山崎さんがバラエティ番組に出演した際には同期の松田さんや井上さんから 8×1 は1と言っていた笑い、一番苦手なのは掛け算と暴露され赤面するシーンもありました。さらに冠番組の企画でアンケートの項目を2つ選んで合計 100% を目指すという内容を行った際、企画に参加していた同期の藤吉さんと共にサブスクとはどういったものなのか理解していませんでした。それを知った先輩の小林さんは頭を抱えつつ、てんちゃんとかりんちゃんが言ってるだけなんで2人は結構頭があれじゃないですかとあっさり言われてしまいます。先輩に言われたとはいえ、当時の山崎さんは結構な恥ずかしさを覚えていたでしょうね。ですがそんな部分も山崎さんらしくていいですけどね。誰にだって苦手な部分はあります。また勉強の中でも掛け算が特に苦手な山崎さんですが、そんな山崎さんは勉強ではなくスタイルにステータスを全振りし、それを生かしたモデルの仕事が増えてきています。そしてモデルとして活躍の場を増やしていくだけではなく、4枚目シングル「さみだれよ」で自身初の表題曲のセンターを務めるという大活躍を果たします。そんな山崎さんには桜坂46の中心メンバーとしてグループを牽引する活躍に期待したいですね。勉強はできなくてもそれ以外の部分が素晴らしすぎますので、これからも山崎さんを私たちで見守っていきましょう。今回は坂道グループでとりわけ勉強が苦手なメンバーを4人ほど紹介しました。勉強ができないというだけでマイナスに見られやすいことは少なくはないですが、人間勉強が全てではありません。アイドルとして活動していく上で勉強の知識が必要な部分はほんの一部であり、それよりも見た目や人間性、そしてダンスや演技といった部分の方がより求められます。
そういう面で考えれば、今回紹介したメンバーたちはみんな申し分ないほどの実力を持っており、ただ勉強ができないというだけです。とは言ってもこうした知識をアイドルという職業で全く使わないというわけではないので、最低限は勉強できた方が無難な場合もあるかもしれません。でもそれ以上に私たちが見たいのは彼女たちの魅力ですね。これからも彼女たちらしくグループを盛り上げてほしいですね。また今後も坂道グループの情報を見たいという方はチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。